はい、ワザップ山本です。私は今エジプトシャルムエルシェイクに来ております。昨晩泊まったシェラトンホテルの中庭で今撮影しております。本日お届けする動画、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チェックアウトしてからもう何時かな、10時間ぐらい経ったのかな。山本の旅恒例のハプニングが今日も起こってしまいました。ただいまの時刻20時13分です。本来であれば今頃エミレーツ航空のファーストクラスに乗ってドバイ行きの飛行機の中でシャワー浴びている予定でした。今回の動画はフライトレビューではあるんですけれども、まだ実は予約しておりません。まず何があったか簡潔に話します。予約してたカイロ行きのエアアラビアエジプトという飛行機が急遽欠航になりました。代わりにカイロ行き抑えようとしても抑えられずに、僕がここからカイロに行く手段今日がなくなってしまったんですよ。残された手段はバスだったんですけども、バスに乗るとカイロ着くのはいいけどもフライトに間に合わないという状況がありまして、そこからどうしようと考えて結果、ただいまの時刻8時14分になります。本日は14時チェックアウトしたので、ごめんなさい、6時間ぐらいですね。6時間ぐらいずっとここにいてプランを検討しておりました。本来はシャルムエルシェイクからカイロに行って、カイロからエミレーツ航空のファーストクラス、まだ残っておりますので特典航空券、それに乗る予定だったんですけどもやめました。なので今回は僕もうプラン変えました。目的地までは同じなんですけども、中身をスパッと変えてしまいまして、本日利用する航空会社はターキッシュエアラインズ利用します。行き先はシャルムエルシェイクからイスタンブール行きのフライトになります。先ほども言った通りまだ予約しておりませんので、あとポチッとワンタッチ押せば予約できるところまで来ております。ここです。ちなみにユナイテッド航空の特典航空券で発券しようと思っております。もう今押します。はい、購入。はい、ポチッとしましたよ。今ポチッとしました。てなわけで今発券が完了するはずなんですけども、これで発券完了しなかったら皆さん笑ってください。今回はターキッシュエアラインズのフライトを使いましてイスタンブールに向かいます。以前ターキッシュエアラインズ、私ビジネスクラスであれば乗ったことあるんですけども、その動画も削除してしまいました。申し訳ございません。今回イスタンブール行きなんですけども、フライト時間が0時10分発ということで、しばらくこのシェラトンホテルで待機しておりました。なんと今回乗るターキッシュエアラインズイスタンブール行き1日2便出ておりまして、0時10分の後は夜中の3時35分というどうも使いづらいというか、真夜中のフライトにはなるんですけども、今回そちらの早い方のフライトを使ってイスタンブールに向かおうかなと思います。発券が完了しました。初めてターキッシュエアラインズのエコノミークラスに乗るんですけども、エコノミークラスのターキッシュエアラインズどんな感じなんでしょうか。もう一つ忘れてはならないのは、私カイロにドローン人質として預けられているような状況、口が回らないな。カイロ空港にてドローンが人質となっておりますので、いつの日かまた今回の旅の途中ではあるんですけども戻ってきます。ドローンを回収するというのと、本来搭乗予定だったエミレーツ航空のファーストクラスのカイロからドバイ行き、まだチケット残っておりますので、いつかのタイミングでまたカイロに戻ってきてドローンを回収してエミレーツ航空のファーストクラス乗ろうかなと思いますので、皆さんチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録して今後の動画もお楽しみに、口が回らなくてごめんなさい、今後の動画も楽しみに待っててください。まだまだエミレーツのファーストクラスもそうですし、他の航空会社のフライトレビュー続きます。てなわけでもう行きましょうか。行きますか。本当に今の気温すがすがしくてちょうどいいです。ただ蚊が多いのが残念で、もう2箇所ぐらい刺されたでしょうか。前置きが長くなりましたが、まずは空港を向かいます。いかがですか。シェラトンホテルの中庭こんな感じなんですよ。めちゃくちゃいい雰囲気ですよね。詳しくはホテル動画ご参照ください。ホテルの敷地を出ます。ホテルタクシーを頼むと20ドルかかってしまうんですよ。2000円ぐらいです。ただホテルの敷地の外に出てしまえば流しのタクシー待ってるはずなので、彼らに頼めば300円、高くても500円かな。50ポンドで言ってくれたら嬉しいな。50ポンドは350円なんですけども、その金額でタクシーを交渉してみようかなと思います。早速後ろからミスターと話しかけられておりますが、彼と交渉しても多分そんなに値段は高くならない。逆か。イエス、エアポート、
Yeah, I'm alone. How much? I think negotiate outside taxi. I give you the same price. I give you my price. It's here expensive. I don't want to do, but I give you only 200. Sure, $200. Yeah, I'm too expensive. I negotiate. 200. Yeah. 200 Egyptian. Yeah, 高い。高い。もう先の駅でもちょっとね、土俵に上がらないですね。ホテルタクシー2000円ぐらいなんですけども、彼のいいねは日本円で1400円ぐらい、200ポンドって言ってたんですよ。200ポンドはさすがにやりすぎ、やりすぎ。シャルメルシェイク空港からここに来るのにも多分それぐらいはかかるとは思うんですけども、空港の外を出てしまえばタクシー50ポンドで行くことできますので、まあ、現に僕は50ポンドで最初の場所まで行ったっていう経緯がありますので、50ポンドかな、50ポンドを目標に交渉します。さすがに200ポンドは高すぎ。それではホテルの敷地出てねごってきます。 How much is the airport? 100 expensive. I think 50 pounds. So 50. I negotiate outside stay taxis. Yes, no, no price. 100. てなわけで私は100ポンドにも屈しずに50ポンドで行きたいと思いますので歩きます。まあ、もちろん普通の方であれば100ポンドいても700円ですからね。700円、安いんですよ。これでも十分。ただ僕はケチケチ心が働いてしまっておりますので、ホテルの敷地の外でたむろしているタクシー運転手に交渉します。これで100ポンドしか出なかったら皆さん笑ってください。あいつ無駄に歩いてやんのバーカと。それではねごってきます。ホテルの敷地を出ました。タクシーがずらっと並んでおります。どのタクシー使おうかな。まあ、結果的に僕も汗だくですからね。100ポンドで落ち着けとけばよかったのかもしれん。さあどうしよう。意外にガツガツしてこない。エアポート、エアポート、エアポート。 Yes. How much? ポンド。エジプシャン、エジプシャンポンド。エジプシャン Yes. 250. 200. No, 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 no. How much? No, no. 50. 50? Yes. OK. ふっかけすぎや。250は。映りたがり。How much is to airport? Yes. Egyptian pound. 200. 200 too expensive. 60. Tomorrow. 100ポンドで手打っときゃよかったな。完全に恨みに出た。そんなはずじゃなかった。しかもホテルタクシー、結構いい車だったのでそっちにすればよかったな。マジで後悔。70ポンド。というわけで70ポンドで手を打ちました。本人普通にビール缶持ってる人いたので皆さん気をつけください。イスラム教の世界なので基本お酒飲めないんですけども、お酒飲んで運転しようとするタクシードライバーがいます。では行ってきます。涼しくていいな。やっぱり荷物持ってると暑いですけども、風があるのですごく涼しいです。入り口でパスポートチェック受けて中入ります。さて建物の中に入りました。この空港とても質素です。入り口で簡単なパスポートチェックあって、まずすぐに保安検査がございます。今映しての到着フロアになりまして、国際線の到着フロアです。デューティーフリーショップがあって、各種携帯会社の SIM カード売っております。4社あるんですけども、個人的なおすすめは一番奥に映っているオランジュというブランドの SIM カードです。今回16ギガ契約してだいたい1000円ぐらいだったので、めちゃくちゃ破格で SIM カード買うことができます。シャルムエルシェイクはダイビングとても有名なので、このようにダイビングのグッズもここで販売しております。その奥にはカフェがあるぐらいですね。それでは出発口の方に行きましょうか。出発口のところに保安検査ありますので、そこで保安検査通ってからチェックインカウンターでチェックインする形になります。ただまだ少し時間が早いので、少し待ってからチェックインしようと思います。チェックインが完了しました。ご覧の通りクレイジーな発券方法をしたんですけれども、この影響もありましてチェックインに1時間半かかりました。3時間半ぐらい前に空港到着して本当に良かった。いや、スタッフもびっくりしました。お前なんだこの日程はと。まあ、それはそうなりますよね。今回クレイジートリップで行ってたいと思います。それでは出国審査していきます。ようやく保安検査であったりいろいろと終わりました。30分ぐらいかかったんじゃないかな。エジプトは世界三大ウザい国と言われてるんですけども、僕の中で世界一保安検査が
厄介な国かもしれません。さて一通り制限エリア内紹介します。ここはカフェですね。スタッフがいない、閉店しちゃったのかな、この時間帯。本日のフライト12時40分発ということもありますので、もしかしたら閉店かもしれません。こっちのカフェはやっております。免税店ですね。免税店、お土産も売ってる。お土産免税店、化粧品なども売ってます。ちなみにプライオリティパスを使って入ることができるラウンジはありますが、航空会社のラウンジはありませんのでご注意ください。なので今回プライオリティパスを使ってラウンジ行きましょうか。こちらが軽食のお店になりまして、レストランはないのかな。レストランあるんでしょうか、探してみます。これがもしかしたらレストラン兼ねてる。あ、ここだ。ピザ、パスタ、パニーニ。ピザは1ホール125ポンド。なので1ホール900円ぐらいですね。でもカットでも売ってると思うんですけどね。ワンカットがいくらかは書いておりませんでした。お水なども売ってます。小さいながらもお土産屋さんございます。エジプトのお土産。子供向け、大人向け、いろんなお土産売っております。すんごいコンパクトな空港だな。ここがスモーキングラウンジカフェバーということで、喫煙される方はここでという感じです。バーガーキングがあるんですけれども、この時間帯はやってないな。うん、やってない。それよりも、ラウンジどこだろう。ラウンジ難民になってる自分がいる。わからん。どこだ。地は違うか。この奥も違うな。どこだろう。ラウンジ難民になってる、マジで。ちなみにこの奥が、バゲージクレームか。手荷物引き取り場になります。ラウンジの看板見つけました。セカンドフロアということであるのかな。今見たところに戻るんですけども、果たして本当にあるのかな。パールラウンジ、お、あった。ありました、ラウンジ。ただスタッフがいねえ。さてこのラウンジのやる気のなさはなかなかレベル高いかもしれねえな。食べ物のレベルも置いといて暗いですし、いろいろあるんですよね。でもパン、ドーナツ、いろんな食べ物があると思いきや全然ないんですよ。ポテトとソーセージ、ゆで卵と白身魚のフライ、そしてサンドイッチとゼリー。残りがドリンクコーナーです。ソフトドリンクはここにあります。自分が大好きなオレンジジュースが炭酸のやつしかないのが残念。窓からの景色こんな感じです。エジプト航空の機体が一つ見えるのと、奥にも飛行機見えるんですけども、何の航空会社か全くわからない。ゲートの近くに来ました。安定のバス搭乗です。今1台目かな、あれ2台目かな、発車するところです。まだまだお客さん並んでますので、もう少し自分も待ってから搭乗を始めたいと思います。 Thank you, bye。 本日は21-F 窓側になります。スエズ湾を通過しております。この上の方といいますか、北の方に行くとスエズ運河ございます。何ヶ月か前座礁した船があった運河が確かスエズ運河ではなかったでしょうか。このスエズ運河を越えると間もなくカイロです。このままカイロに行く予定だったんですけども、今回は予定を大幅に変更して急
スタンブール行きに搭乗しております。めっちゃ綺麗な光景、これカメラよりも肉眼で見たら分かるんですけれども、すごく綺麗です。ただ今真夜中の1時過ぎなんですけれども、このような夜景が広がっております。申し遅れましたが、本日の機材ボーイング 737-800 になりまして、シートポケットの中はこれしかないです。安全のしおりのみでエチケット袋すらございません。ここにリモコンがあるんですよ。なんとも微妙な場所にリモコンがあるんですけども、リモコンがあるということは、そうです、個人用画面があるんですけども、正直リモコンいらないですね。タッチパネルで操作できますし、あとは日本語の表記もあるのはありがたいですね。どのような映画入っているのでしょうか。早速見ていきましょう。映画の前に、ね、乳管状肺炎について、多分コロナウイルスに関することでとは思うんですけれども、なかなか変な訳され方になっております。プレミアって書いてる映画がございます。わからないな、あいにく映画見ない人間なのであんまりわからないです。最新映画パラサイト、あ、韓国の映画ですよね。これ有名になった半地下のなんちゃらみたいな、ほうほうほう、超大作というところにはおそらく過去の名作映画があると思うんですけれども、あいにく私映画見ない人間なのでほとんどわからねえ。知ってる映画はラストサムライ、マトリックス、これぐらいかな。ほとんど映画はわからないです。日本の映画はこれかな、国際映画のファーイースト&アジア、ここにありそう、パラサイト韓国で、福島フィフティという映画がございます。他に日本の映画は、男はつらいよ、渋いの入ってるな、これぐらいでしょうね。他にはテレビ番組もここにございまして、いろんな番組がございます。スポーツもある、気になるのが禁煙する時間って書いてるんですけども、これ何なんだろうな、わからないな。禁煙する時間、発見トルコ、トルコの案内の動画がございますね。いろんなテレビ番組444本入ってるみたいです。今回のフライト2時間半ぐらいということで、あと1時間ちょいで到着です。めちゃくちゃ早いな。ちなみにただいま夜の1時過ぎてるんですけれども、実は機内食がもうサーブされています。こちらが今回の機内食です。なおチキンとパスタ選べるということだったので、今回はチキンを選択してみました。ご飯にチキン、そしてフルーツじゃないな、トマトだな、これトマトとキュウリとチーズ、これがデザート、お水、そしてこれがバターですね。バターにパンがついております。もう一度言います、ただいま真夜中1時過ぎております。1時半ぐらいなんですけども、この時間帯でもしっかりとした機内食がサーブされます。から野菜から行きますか。野菜はトマトとキュウリとチーズです。特に何かドレッシングがかかっているわけではないんですけども、クリームチーズの味が濃いのでとても美味しいです。メインディッシュのチキンです。ちょうどいい量ですね、多くもなく少なくもなく。鶏胸肉のバタートマト煮といったところでしょうか。程よい味付けで最高に美味しいですね。ただご飯がすごくカリカリしてる。次にパンです。パンもサクサクで美味しいですね。最後デザートです。デザートはこちらです。何でしょうか。上にチョコレート乗っかってるな。マンゴープリンでした。ターキッシュエアラインズはビジネスクラスしか搭乗したことないんですけども、初めてのエコノミークラスですが、マジで機内食美味しいです。
本日の搭乗率発表いたします。ビジネスクラス12席中3席の 25%、 エコノミークラス139席中104席 74.8%、 トータル151席中107席の 70.9% でした。思ったよりも人乗ってるなっていう感じがします。運よく私の隣とその他にいないので3席独占し使ってるんですけども、他の座席はあんまないですね。まあ、と言いますのもシャルムエルシェイクリゾート地ですので、一人で来る人はなかなかいないとは思うんですよね。大抵は家族であったりカップルということなので、一人で来てる人はあまりいないです。眠いな。しかしただいまの時刻1時半過ぎなので、もうおねんねの時間なんですけども、今日は飛行機に乗っております。飛行機の中も暗いので本当にもううとうとして、さっきまで5分から10分ぐらい寝てたのではないでしょうか。トルコに入りましたが、すごくいい感じの夜景が広がっております。イスタンブール到着しました。眠い。今の時刻はなんと4時23分です。エジプトの時刻で3時23分なので、それは眠いですよね。こんな時間のフライトでも機内食しっかり出るターキッシュエアラインズのフライトでした。機内食本当に美味しかったです。初めてエコノミークラス搭乗したんですけど、びっくりしました。夜中でもおめっちゃうまいって思える味だったので大満足です。そしてイスタンブール空港久しぶりに来たんですけども、めっちゃ広い。歩き疲れました。今回はターキッシュエアラインズに乗りまして、シャルムエルシェイクからイスタンブールのフライトでした。本来は別便に乗ってエミレーツのファーストクラス乗ってる予定だったんですけども、もともと乗る予定だったシャルムエルシェイクからカイロ行きのフライトが急に欠航になってしまいまして、代わりのフライト手配できず急遽予定を変更したというバタバタした1日を過ごしておりました。急遽決めたこのフライトだったんですけれども、久しぶりのターキッシュエアラインズは本当に素晴らしかったです。ちなみにイスタンブールが目的地ではございません。今制限エリア内におりまして、この後乗り継ぎのフライトがございます。次どこに行くかはまた次の動画でご確認ください。てなわけで今回はターキッシュエアラインズのフライト動画をお届けいたしました。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。